2日間の札幌観光を満喫したので、本日はこれから日本最北端の地を目指していきます。まずは始発の地下鉄に乗り、札幌駅に向かいます。2023年に営業を終了したエスタの建物はまだ残っています。これから新幹線沿線事業に伴う再開発が行われるので、見慣れたこの風景はこれで見納めでしょうか。次に札幌に来るときは景色が変わっているかもしれませんね。札幌からまずは岩見沢行きの普通列車に乗車します。岩見沢から滝川行きの普通列車に乗り換えて美唄駅で降りました。美唄からは家族と合流し、ここからは車で移動します。しばらく内陸を走って、留萌から日本海側のオロロンラインに沿って北上していきます。小平町にある海辺に佇む像は松浦武四郎の像です。北海道という名称を名付けた人物です。この像と道路を挟んだ反対側に道の駅小平にしんばんやがあります。ここには小平町観光交流センターと食材供給施設、そして重要文化財である旧花岳番屋が並んでいます。旧花岳番屋は明治38年頃に建築されたといわれる、建造物としては日本最北端の国指定の重要文化財です。ニシン漁で栄えた北海道の日本海側にはいくつものニシン番屋が存在しますが、この旧花岳番屋は道内で現存する番屋の中では最大の規模だそうです。漁夫の他に船大工や職人など200人を超える雇い人が暮らしていたとのことです。北海道のニシン漁は江戸時代から始まり、明治30年1897年頃が最盛期で、その後徐々に漁獲量は減少していきました。昭和に入り1950年代半ばからニシンは姿を消したため、幻の魚と呼ばれるようになりました。ちなみに小樽の宿津にあるニシン御殿旧青山別邸はニシン漁で得た富をもとに作られた御殿なので、多くの雇い人が住んでいたこのニシン番屋とは作られた目的が違います。ニシン漁で使用した道具が保管されている廊下を通った先に大広間があります。この広間は台所と呼ばれる漁夫の居住空間です。2階部分は吹き抜けになっていて広々として見えます。いろりから出土した仏像が展示されていました。アクリルケースに保存された小さな仏像ですが、お花とお菓子などが今でも備えられていますね。壁側は漁夫の寝床にあたる場所で、いろりの間と同じ高さの下の段、階段を上って中の段と上の段の3段構成になっています。今歩いている場所も漁夫たちの寝床でした。漁夫たちの調理場のかまどです。このテーブルのある土間は庭と呼ばれる場所です。今まで見てきた区画は漁夫の集団生活の場でしたが、漁夫の居住区である台所と庭を挟んで親方の居住区があります。ここからは親方である花田家の居住区画を見ていきます。障子で仕切られたこちら側は
伝統的な日本家屋です。廊下からは中庭も見えます。邪気が支えているこの場所は離れの客室です。鶴の絵の掛け軸や調度品があり、欄間のデザインも美しく、ニシン漁を通して親方の豪華な暮らしぶりがうかがえます。当時使用されていた物品や資料の展示も見られます。旧花岳番屋をゆっくり見て回れました。今回ニシン番屋を訪れたことで、北海道のニシン漁の歴史に興味を持つことができ、調べるきっかけにもなったので、とても勉強になりました。皆さんもぜひ一度旧花岳のニシン番屋を訪れてみてください。道の駅の吹き抜けのホールには大漁旗がたくさん飾られています。ヒグマの剥製も展示されていました。さらに北上して手塩町の道の駅で休憩し、そのままオロロンラインをずっと進んでいくと、幌延町のオトン類風力発電所の風車が見えてきます。28基の巨大風車が一列に立ち並ぶ光景は見応えがあります。しかしこの風車は2025年4月から建て替え予定のため、今と同じ風景が見られる期間は残りわずかとなっています。目的地の稚内が近づいてきました。稚内のノシャップ岬に到着です。岬の近くには北海道では一番高い稚内灯台、ノシャップ寒流水族館や稚内市青少年科学館もあります。この時は見えませんでしたが、天気が良ければ利尻富士を望むことができます。稚内市内を走っていると、当たり前のように民家のそばをエゾシカが歩いています。こちらは普通に群れでくつろいでいます。稚内市民にとっては日常風景なのでしょうか。ノシャップ岬と対をなす宗谷岬にも向かいます。宗谷岬は言わずと知れた日本最北端の場所です。最北端のお土産屋さんで日本最北端到着証明書を購入することができます。日付と時間が書かれているので記念になりますね。この頃から雨が降ってきたので、今日の宿に向かいます。本日宿泊するのは稚内駅の近くにあるサフィールホテル稚内です。ホテルのエントランスにある宮殿のようなシャンデリアとレッドカーペットの階段がおしゃれで、貴族になった気分になれます。
部屋の窓からは左側に北防波堤ドーム、右側に稚内フェリーターミナルを見ることができます。フェリーが出港していきました。夕食はホテルの色彩ダイニングアンノンで宗谷牛の陶板焼き御膳をいただきました。札幌から稚内まで移動してきました。距離にして300キロメートル以上の長旅です。それでは今回はこの辺で、次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。